はい、どうもこんにちは、スマホ店長です。今回は自宅のネット回線の選び方について解説をしていきたいと思います。これから新社会人ですとか新大学生などで引っ越しをね考えている方も多いかと思いますけども、その引っ越しをするときに悩むのが自宅のインターネット回線かなと思います。またすでに住んでいる人でも自宅のネット回線をね新しくしたいなと考えている人も多いのかなと思います。そこで今回は元販売員の僕がおすすめする自宅のネット回線について詳しく解説をしていきたいと思います。特に自宅のインターネット回線のことが難しくてよくわかんないという方ですとか、あと機械が苦手という方にはねぴったりの動画となってますので、ぜひね最後までご覧ください。今回お話しする内容は光回線とホームルーターの違いについてと、あと僕がトクトク BB ホーム Wi-Fi をおすすめする理由、各社料金とサービスの比較についてお話をしていきたいと思います。まずは光回線とホームルーターの違いについてなんですが、自宅のネット回線っていうのは大きく2つに分かれていて、光回線とホームルーターの2種類があります。でまず光回線なんですけども、光回線は自宅の外にある電柱から光ケーブルというものをね引っ張ってきてインターネットするというものになります。で一方でホームルーターというのは、皆さんが普段から使っているスマートフォンの電波と同じ電波を使ってインターネットするという仕組みになっています。でこの光回線とホームルーターにはそれぞれ特徴があって、まず光回線は外から物理的にその光ケーブルという引っ張ってくるので必ず工事が必要となってきます。でその工事というのは光ケーブルを自宅まで引っ張ってくるので、工事業者がね自宅に入ってきて屋内の工事をしたり、あとね外のね外壁の方で工事をしたりっていう工事をします。そのため光回線を使うためには申し込んでからだいたい1ヶ月から2ヶ月程度の時間がかかります。これはねその工事業者の日程調整ですとか、そういったのがあるので、時間が少しかかってしまいます。あとは工事業者が自宅にやってくるので、そこがねちょっと皆さん人によってはねちょっと嫌だなっていう風に感じる方もね多いのかなと思います。次にホームルーターなんですが、こちらはそのホームルーターと呼ばれる機械があるんですけども、そこにね電波を受信してインターネットをするという仕組みになっています。こちらは申し込みをすると機械が送られてくるので、その機械をねコンセントを挿すだけでインターネットが使えるという仕組みになっています。ですのでホームルーターについては申し込んでから最短翌日から使えて、さらに工事もしないので、工事業者がね家に入ってくるっていうことも一切ありません。ですのですぐにネット回線を使いたい人ですとか機械が苦手な人、あとはね家に他の人を入れたくないっていう人にはね最適なネット回線になっています。なので最近では引っ越ししたらホームルーターをね契約するっていう人も増えてきてます。でそのホームルーターなんですが、これはねいろんな会社から出ているんですけども、今回僕がね特にお勧めしたいのがこの GMO トクトク BB ホーム Wi-Fi なんですね。その理由についてはね次で詳しくお話ししていきたいと思います。今回僕がお勧めするトクトク BB ホーム Wi-Fi はこれらのね特徴があります。まず一つ目は GMO トクトク BB 光に無料アップグレードができるというところなんですね。で僕がとにかく一番おすすめするのがこのポイントなんですよ。例えばトクトク BB ホーム Wi-Fi を契約した後に1年後ですとか2年後に光回線に変えたいっていう時がねあると思うんですけども、そうした時に実はですねこのホームルーターっていうのは機械を別に購入しなければいけないので、機械代金は分割で支払いをするんですが、例えば1年後にやめた場合残りの2年分のこの機種代金っていうのを払わなければいけないんですね。ただこのトクトク BB ホーム Wi-Fi であれば光回線のトクトク BB 光に変えてもらうと実は端末代金すべて免除になってしまうんですね。これが本当に大きいんですよ。詳しい料金については次のところでお話はするんですが、この電話会社によっては機種代金が7万円近くもしてしまうので、光回線に変えたくてもこの機種代金を払いたくないということで仕方なくでホームルーターをね使い続けるっていうことが起こってしまうんですが、このトクトク BB ホーム Wi-Fi にしてもらえればそれがないっていうのが一番大きいんですね。なので光回線かホームルーターかで悩んでいる方に関してはこのトクトク BB ホーム Wi-Fi が本当におすすめになってきます。では次に端末代金実質無料についてなんですが、先ほどもお話しした通りこのホームルーターを使うためには機械を購入する必要があります。ですので月額料金にプラス機械代金を合計した金額を支払っていただくっていう形になるんですけども、この契約をしている限りは36回分同額の値引きが入ります。ですので770円の機械代金払うんですけど770円分の値引きが入るので実質0円というふうになっています。
ですので次の3つ目のずっと定額で安心して使えるっていうのはまさにこの4928円でずっと使えますよっていうことになっています。で次に登録先住所以外でも使えるっていうことなんですけども、これどういうことかというと、このホームルーターっていうのは大きさが手頃なので、まあ、部屋の中でね自由に移動もできますし持ち運びもできるんですけども、例えば実家に持ってったりとか仕事先とかでね使いたいっていうこともあると思うんですが、実はねこれ各社ほとんどできないんですよ。でこれがですねトクトク BB ホーム Wi-Fi であれば持ち運びをして使うことができるっていうのが特徴になっています。あとは今なら最大7倍のキャッシュバックもついてくるんですよね。これ大きいんですよ。なので引っ越しとかでねお金をたくさん使ってしまった時にこの7万円っていうのはかなり大きいのかなと思います。まあ、こういったようにトクトク BB ホーム Wi-Fi は僕がねお勧めしたい特徴っていうのが本当にたくさんあるので、まあ、これからね引っ越しをしてすぐにねネット回線を使いたいっていう人ですとか、よく引っ越しをする人ですとか、あとは社宅ですとかアパートの賃貸の契約上、まあ、光回線が引けない人ですとか、あとは機械が苦手でとにかく簡単ですぐに使えるのが欲しいっていう方ですとか、家にすでに無料のネット回線があるんだけど速度がねとにかく遅くて困っている人ですとか、まあ、そんな方にはねこのホームルーターっていうのが非常におすすめになってきます。では次に各社のホームルーターの比較をしていきたいと思います。今回比較するのはドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイルと gmo、 この5社でね比較をしていきたいと思います。まず月額料金なんですが、トクトク BB ホーム Wi-Fi は4928円、ドコモのホーム 5G は4950円、ソフトバンクのソフトバンクエアが5368円、 au のホームルータープラン 5G は5170円、楽天モバイルの楽天ターボについては4840円となっています。この料金だけ見比べると楽天モバイルが一番安くはなっているんですが、まあ、差はね、まあ、大体80円ぐらいなのでそこまでね大きな差ではありません。ただ気をつけなければいけないのは、このホームルーターは月額料金とあと別途ね機械を購入する必要があります。その機器代金っていうのがこの下のところになります。まずトクトク BB ホーム Wi-Fi については27720円、ドコモとソフトバンクは71280円、 au は48600円、楽天モバイルは41580円となっています。これ見ていただくと結構差ありますよね。特にドコモソフトバンクの7万円と比べるとかなり差がね大きいのかなっていうのがお分かりいただけるのかなと思います。でここで知っといていただきたいのは、この機械に関しては値段が高いから性能がいい、値段が安いから性能が悪いっていうことは一切ありません。正確に言うと多少のね機能の差はありますけども、この4万円ぐらいの差が速度ですとか使い勝手ですとかそこにね大きく影響するっていうことは一切ないので、その点はね安心してください。でこの機器代金については各社基本的に36回の分割で支払いをすることになります。例えばトクトク BB ホーム Wi-Fi については 27,720 円を36回で分割すると1月あたり770円の機種代金となります。ドコモやソフトバンクについては1980円の36回の支払いとなります。で楽天モバイルについては12回、24回、48回という分割になっていて、36回という分割の支払いはありません。であと48回については楽天カードを持っている方限定という仕様になっているので、まあ、今回はね24回の分割っていう計算でお話をしていきます。つまり支払いをする金額っていうのは月額料金である4928円と機器代金の分割の分770円を足した金額を毎月本来支払いをするんですけども、次にお話しするのがこの月々サポートというものになります。でこれは何かと言いますと、先ほどのその機器代金と原則同額分の値引きが入りますよっていうものになります。トクトク BB ホーム Wi-Fi 前ですと770円の機器代金に対して同じ金額の770円分を値引きするということで実質0円になっています。これはね各社基本的に共通なんですね。ですのでドコモソフトバンクについても1980円の分割に対して同額の1980円の値引きをするということでこちらも実質0円になっています。一方で au に関しては550円の13回しか値引きがなかったりですとか、楽天モバイルに関しては値引きがそもそも設定がされていないので楽天モバイルに関しては機種代金を純粋に分割で支払いをするということになってきます。そうすると最終的な支払いがいくらになるかっていうとこちらになります。トクトク BB ホーム Wi-Fi は4928円と同額になってますよね。でこれをねずっと毎月この金額で使えるっていうのが安心して使えるというものになってます。
一方でドコモに関しては4950円、ソフトバンクは5368円、 au に関しては準3ヶ月目までは値引き入るので550円分の値引きで5970円になります。楽天モバイルに関しては分割24回した場合ですと純粋に足し算になりますので6572円を2年間支払いをするということになります。これを見ていただいただけでも料金がね、トクトク BB ホーム Wi-Fi 安いっていうのがね、お分かりいただけるんじゃないかなと思います。あと他のサービスについてはスマホセット割というものがあります。これはね、皆さんが使っている、普段使っているスマートフォンありますよね。これの電話会社によっては、このホームルーターを契約することによって、値引きがされますよっていうのが、このスマホセット割と呼ばれるものになります。で、トクトク BB ホーム Wi-Fi については、au のスマートバリューと、あと UQ モバイルの自宅セット割が適用することができます。で、これは最大で1100円の値引きができますので、もしね、持っている方に関してはね、かなり安くなります。で、これに関してはね、ドコモ、ソフトバンク、au、3社ともね、同じような値引きがあるんですが、楽天モバイルについてはこの値引きのサービスはありません。で、次に、光回線への乗り換え特典なんですが、これね、最初にもお話ししたように、自社のね、光回線に変更した場合に、先ほどお話しした機械代金の、残債分をね、支払いをしなくていいですよっていう特典があるんですが、これがね、トクトク BB ホームWi-Fiだけなんですよ。で、ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイル、この4社はこういったサービスが一切ありません。ですので、どうなるかというと、例えばドコモのホーム 5G を契約した場合、仮にね、1年後に光回線した場合、1980円×24回分の残りの機器代金を支払わしなければいけないということになってしまうので、かなりこれ負担になりますよね。どうしてもね、やっぱ光回線したくても、このお金があるからなかなか変えられないっていう方がね、やっぱ多いんじゃないかなと思うので、そういったとこもね、このトクトク BB ホーム Wi-Fi だったら一気に解決できるっていうのが、これがね、僕が一番本当にお勧めしたいポイント、ここになってきます。あとね、契約住所と異なる場所での利用については、トクトク BB ホーム Wi-Fi についてはできますと。で、あとこれ au に関してはできます。ただ他については、契約住所から移動することができないっていうふうな契約条件になっています。ご覧いただいた通り、このトクトク BB ホーム Wi-Fi っていうのが、いかにね、安くてね、お得に使えるのかっていうのがね、お分かりいただけたんじゃないかなと思います。で、ここでまとめると、トクトク BB ホーム Wi-Fi っていうのは、機器代金込みでずっと月額4928円で使える。そして工事不要で、最短翌日からコンセントを挿すだけですぐに使えますよ。契約住所以外でも持っていって使えるっていうこと。そしてもし光回線にしたくなったら違約金が一切かからず、機器代金も全て免除で光回線に無料でアップグレードができるということ、そして最大7万円のキャッシュバックがもらえるっていうところが、このトクトク BB ホーム Wi-Fi の特徴になっています。ぜひね、使ってみたいという方、気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、ぜひねチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。スマホ店長でした。それではまた。